インターネットテレビビル増刊号の山根です本日は経済評論家の浅香豊さんをお招きしておりますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、うん、ちょうど1年前、うん、1> え去年の今頃ですかね、はい、あのメッセージアプリ LINE、うん、利用されている方も多いと思いますけど、ね、LINE の利用者情報がそのシステムの開発を委託している、うん、関連会社、うん、それが中国にあって、うん、その中国の関連会社からこう閲覧できる状態にあったっていう,こうスクープ、うんはい、ニュース が話題となりまして、うんはい、でそのスクープしたのがあの朝日新聞の両親こと、うん、あの三上健次記者 <laughs>、はい、でまあその峰村記者も来月4月末付、はい、で朝日を辞めるそうですけどね。本当、うん、なんですか。うん、でまあそれは置いといてでまあその。 個人情報の扱いっていうのはこの時代このご時世非常に気をつけけなないいいとですよね。そうなんですよそれがさらに日本国内だったらまだしもとかアメリカとかね自由主義陣営の同志国だらまだしも中国とか今だったらロシアとかに渡ったら怖いなって思うんですけどこの LINE 事件から1年経って。 次なる疑惑の企業が登場したという話なんですがです、ねまあ、あくまでも疑惑でしかないので、うん、恐れがあるということしか、まあ、言えないのでね、ええ、もう、あのー、今も黒認定というわけには、まあ、いかないんですけれども楽天グループがですね、ええ、まあ今回個人情報保護方針の改定を行うということで。えええー 多分ですね、楽天会員の方には3月14日と3月23日にですね、うんえー、その楽天グループから重要ということで書いた、まあ、メールが届いているはずだとは思います。うん、でなかなかですね、まあ、重要って書いてあるからといって必ず開けるか。 といっった時にままあまあめんどくさいよなと思って、うん、あのほとんどの人が開けて確認をしないんだろうと思うんですが、ええ、そこにちょっとですねゆ、まあ、るがせにできないようなことが書いてあったと<う>いうことなんですね教えてください内容はいでこれでですねそのこの個人情報保護方針に示している利用目的の達成のために、うん、国外にある楽天のグループ会社やその他の事業者へ 個人情報を提供することが必要となる場合があってその時にはその国外のところにですねこの我が国で本来保管されておくべき個人情報が提供される場合があるのだということが、うん、まあ記されていたりするんですよね。えー でですので、まあ、ここの中にはあ中国とかもですね、うん、別にこう中,国を除除あの中国を除外するといったようなことは書いてはいないわけですから、うん、まあ中国なんかも入ってくるんじゃないのということについて、うん、まあ非常にこう危惧をせざるを得ないところがあるとということになるんですね、うん、でも関連会社ってことは、うん、LINE とまあこれほぼ同じようなことが起こって。 手もおかしくないですよね、うん、ただね国外にある楽天のグループ会社というものの中にはどうも中国に置いてある会社はないようで、えー、ここの一覧の中には入っていないんですけれども、うん、問題はですねその他の事業者に対しても、うんえー、提供する場合があると。えー、で、えー、まあそれは業務の一部を 委託している場合でその委託先というのは楽天のグループ会社とは限らないのでまあそういうことがありうるということとそれから各種サービスにおいてお客様が申し込まれた取引遂行のために必要な場合まあこれは例えば楽天トラベルのようなものでまあ海外の,そのホテルとかをですねまあ予約をしたりとかまあそういうようなこともあったりする一応その辺まではまだ理解できるんですが。 広告配信サービス等を提供する日本国外の提携会社にその広告配信のために個人情報を提供することがあるっていうことになっているのでまあ楽天はビジネスとしてその広告配信をやるこれが中国の会社であった場合にはこれはこの文面からすればその個人情報を提供するということが。 起こりうるということではないのかという、うん、ちょっと疑いを持つわけなんですね。これ相当範囲広いやっぱグループ会社やその他の事業者なんです、ね、ほぼ無限ですよね。でその中でこういう広告配信サービスとの提供これもうほぼほぼ合ってないような、うんはい、そんな感じですよね。<laughs> でえー、と一応、楽天グループ各社のプライバシーポリシーや個別の同意に基づいて提供みたいな、えー、まあそういうことで個人情報は十分保護されることをまあ確実にするための適切な保護処置は取るのだということは言ってはいるわけなんですよね。ですがこれを少なくとも中国に対して。 そのまま信じるわけには私は行かないんじゃないかと思っているわけなんですはい、うん、なんで,でしょうか、はいでえー、と楽天のその、えー、方ではですね個人情報の提供先となる国において OECD プライバシーガイドラインの8原則に対応する処置を講じていない場合であっても、うん 提携先との契約において当該処置を講じることを義務付けた上で個人情報の提供を行っていますと書いてあるんですね、えー。ということはそのプライバシーガイドラインを守っていない国でもまあこのガイドラインは守ってくださいねこれ義務付けますよと言って相手先の企業が「はい分かりました守ります」ということを言って った場合には、これは情報提供を行えるということになるわけなんですが。しかし、中国はですねえ。国家情報法という法律があその国の中にはあってでここでいかなる。組織及び個人も法律に従って国家の情報活動に協力していかないといけないのだと。つまり国の側から。 えー、情報提供を求められるということがあった場合にはそれに対して拒絶する権利というのは企業の側にはなく、えー、必ずそれは提出しなければいけないということが、まあ、規定されているんですよね。えー、ということはですね企業は「いや私たちはちゃんと守りますよ」と言って受け取っておきながらいやこれは中国政府に言われたので。 これは出さざるを得なくなったんで出すんですと。私たちは約束を守るつもりでいたんですけれども、まあその国家の指示に基づいて出さざるを得なくなったんですというような話が、うん、現実問題としては成立するということになるわけなんですよね。まあいくらまあ個人情報保護法とかね言っても、中国はまあその法律なんで関係ないわけですか国家情報法とか。 えー、国防動員法とか法律より上に、うん、今中国共産党政府がいるわけですからいわばジョーカーなわけですよね。そうなんですよね <laughs> も<う>どんなカードを出しても<う>結局はジョーカーに負けちゃう,うそういうことなんですよね、えー、で中国がそんな、ね、国内法というものを守っている国かといったら、うんはい、そんなことはなくて。 彼らの言っている法の支配というのは西側の考えている法の支配とは全く違うわけじゃないですか。ええ、権力者を縛らないと法というふうには西側では捉えていないのに対して、うん、中国ではいやいやいや、えー、国家権力はあるいは中国共産党は法には縛られないのだと、ええでえー、その目的の遂行のために、えー、庶民やあ企業を縛るものが法なのだという、はいまあ、そういう考え方をしている国ですから。 ま、そういう感じで持ってですね。中国に情報提供された。これたまったもんじゃないな。とえ、私自身思っているわけなんですよね。で、またその中国の個人情報保護法なんですけれども、これについてはまあこの楽天の方でもですね。ええ、言ってますけども、e、eu がこの規定している十分性の認定。まあ、これだけのことをやっていれば、個人情報保護としてはまあ十分性持ってますね。という、そういう認定がなされているかといったら、この認定は？ ななされていないと、うん、で APEC の方でも CBPR、えーえー、要するにクロスボーダーの越境をした場合の、うん、プライバシールールというものが、うん、あ,あるんですけれどもこのシステムでも個人情報としては最このぐらいのことはやってないとダメだよねっていうことがあるんですが、うん、それが適合しているかといったらやはり適合していないという、はい、まあ要はもともと個人情報保護の規定自体がもともとざる法になっている。うん でそのざる法になっているうえに、まあ、さらにですよ、ね、あのこういう国家情報法のようなものがあるということになるとこの点に関しては相当慎重でなければいけないんではないかと、まあ、思うんですけど、えー、少なくとも楽天の発表を、まあ、詳細に見てもそこまでのことを行っているということがどうもです、ね、感じられるところがないわけなんですよね。 楽天ととしては、うん、というかこのカスタマーとしてはは、うん、ですよね結論ととししてて、ね、カスタマーとして見た場合にはこれ、ね、楽天を使わないっていう選択肢しかないのかなということになりますがしかし楽天をこれから使わないようにしたところですでに存在しているそのデータ情報というものが。 ここれがですねこの中国側に流れるかもしれないということが出てくるわけですからこれで今からじゃあ楽天の取引やめるっていうことですべてが収まるかというとそういうわけにもいかないかと思うんですよね。 これもまあ楽天も氷山の一角じゃないですか、おそらく他の IT 系の企業とか、e コマースにしてもまあ中国と全く関連のない会社って、もう今の時代、ないですよほぼほぼない中で、これ、非常に難しいところですよね、確かにね、そういう側面あります。しかも楽天はですね中国の IT 大手のテンセントから、はいえー、かなり多額の出資を受け入れているということもあって、はい、それで一応日米両国ともからですね一応監視対象という扱いにはなっているわけなんですけれども、はい、政府の方はその辺りのコントロール、はい、ちゃんとしたチェックを本当にやっているのかっていうのは,は,なはだ疑わわしい例えばですが厚労省が健康保険証とマイナンバーカード これをあのも付けをして、まあ、この形でなんか一元的に管理していく方向に進むということを言っているんですけれどもこれでですねこの辺に関連して使う、えー、どうもですね厚労省内の,あのパソコンはなぜかですよなぜか中国製のですねあのレノボ社製のパソコンじゃないとダメっていうかね、まあ、そうじゃないとあのその点に関してのこの、うん。 えー、お金を出さない、ええうん、ないんかそんなようなよくわからないことが行われていて、うん、もうちょっとその厚労省からしてというか、まあ、日本政府からして中国にやられてんじゃねえのっていう、うん、そういう疑いも持っていたりしますので、うん、その観点からも私ちょっとねもしかしたらこの LINE のようにまたすっぱ抜かれて実は楽天から、うん。うん 流出してましたっていうのがあるかもしれないですね。そうなんですよそれれがあるかもしれない、うん、でこういう疑念を持つのは当たり前のことだと思うんですよ。うんうん、で楽天は絶対にそんなことはないっておそらく主張するんだろうと思うんですけれどもこの点に関してはそういう疑念を日本国民が普通に持つであろうということここにきちんと目を向けた上で。うんうんうん もっとね、高校を後方宣伝するということが大事なんじゃないかなって思うわけなんですよね。うんはい こうういい重要ななお知らせみたメールで送るだけじゃなくてどうせなんかテレビ CM とかでねよくんかリコールが起きたエアコンメーカーとかね自動車メーカーとかやりますけどあれぐらい今テレビの CM 単価は多分安くなってるんでね三木谷さんサッカー選手を海外からたくさん集める余裕があればねこれやってほしいところですけども。ぜひそののぐらいい対応ははとととってにかく国民が心配するうこ ないのだと,いうこともう少なくとも中国に対しては中国には国家情報法がある以上ですね、うん、一切そういう情報は出さないようにしているんだということはこれはもう明確にしてですね、うんえー、私たちに示していただきたいなというふうに思う次第なんですね。ええちなみに 私個人としては、はい、楽天ってもう学生時代以来もう10年ぐらい使ってないんですけど浅川さん結構使ってますあ私あの相当中心的に使ってます、ね、<laughs> <laughs> 僕はもうアマゾンに移行したんですの、ね、でアマゾンはアマゾンでまた別に問題がゼロとは言わないですけどね楽天。なんか バレたら、うん、まずいものが買ってません。いやそれは買ってないです。<laughs> そんなものは買ってないんですけどね。えええー、ではありますが、しかしながらあの楽天のそのポイントカードを私かなり使っているので、えええー、浅香がどんだけこのせこい買い物をしているのかと、ええ、こんな安物買いをいっぱいやってるのかっていうのは、ええ、まあバレちゃうと思いますね。なるほど。<laughs> 何を買ってるかっていうのはまあ <laughs> あそうですね <laughs> はいあのスーパーで、えー、半額になってる商品とかねなるほど,るほどそういうのを結構買いまくってるぞこいつっていうのははいまあ今バラしちゃったんでもう大丈夫かと思いますけどね、うん、まあそういうようなことまで、うん、こう,もう見えちゃうかななんてまあ思ってたりします、はい、まあ何かまだ隠してそうですが <laughs> <laughs> いやいやいや <laughs> ないないない,ない <laughs> <laughs> ということでね、はい 浅賀さんは隠し事があっても大丈夫ですがやっぱり三木谷さんはね隠し事なくそこはねやっていただきたいと思います。ということで三木谷さんぜひもし何かあった場合は本当にアメリカからにらまれちゃいますよそういうことなんですもうビジネスできなくなりますからねそういうリスクも考えた上でここはきっちりと公開して自らみずらの口でこの中国問題に関してご説明いただきたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた